ルちゃん。はい、エルちゃんのショーでーす。今ですね、南小国町の方にあります下城でいいのかな、やってきてるんですけど、後ろにちょっと明るいものが見えてると思うんですけど、ここのイチョウがすごくて、ニュースで見たんで今日早速やってきました。エルちゃん、何日か前に熊本城の下にあるあの長い塀ですか、あそこのプロジェクトマッピングなんてのを見に行ったんですけど、その時がですね、インスタ360フローを忘れまして、普通の伸ばす棒があったじゃないですか、あれで撮ったんですっごいブレブレになってしまいまして、もう見れたもんじゃなかったんですけど、今回は忘れずにこのインスタ360フローを持ってきました。早速見に行ってみたいと思います。すごいっすよ。もうすごいね。エルちゃん。今ですね、この下城滝周辺のご案内なんてのに来てまして、ちょっと見づらいね。こんなんでどうでしょう。現在地がここで、あ、なんか滝があるらしいですね。だけ音がしてるんだ。じゃあ早速見てください。ニュースでライトアップしてるって言われて、めっちゃすごいね。下城一丁と、わあすごいっすね。初めて来ましたけど、なんか1000年ぐらい経ってるらしいっすよ。すっごいでかい。ほら上が見えない。なんかなんだろう、ジブリに出てきそう、あ、出てきそうなぐらいの大きさだと思いませんね。え、危ない。なんか橋が引っ掛けちゃう。あ、いやすごいっすね。枝がでっけえもん。どうなってるの？上が、いやエルちゃん、
や、ここに来るまでが結構大変で、その道自体は一本道だったりするんでいいんですけど、もうずっとカーブが続いてまして、まあ、山を登るんで、で登ったと思ったら今度降りるんですけどね、まあ、なかなかくねくねで、やっぱあんまり走らないところなんで、そんな、なんかこうスピードが出せるっていうか出せないですね。ああすごいね。でまあ俺以外にも何人かやっぱ来てますね、入れ替わりで。そして下城滝の滝に照らす、あっあっちもなんか照らしてから見えるぞ、見えますか。おお、ズームしすぎたぞ。滝ですね、おーすごいな。夜でもねいいですけど、これは明るい時に見たいかな、ちょっとよく見えない。あとはなんかあるんですか。エルちゃん、いやせっかくここまで来たんですけど、あとなんかあるんですかね。いやあっち閉まってるからね、行けないんだよね。今は駐車場にいるんですけど、まあ、大井町を見たでしょ。この先に遊歩道とかがあるんですけど、今閉まってるからね、これで終わりかな。来たけど、おまたなんか来たみたいですね。いやすごかったです。いや冷えてきたし帰るか。それじゃありがとうございます。